斉藤健一郎君、えー、NHK から国民守ると、えー、斉藤健一郎です 寄り添うポジションというのがですね、あの私のポジションで行こうと思ってたんですけど、隣の山本太郎さんが寄り添う形にすると私のポジションがなくなる、非常に困るのですけれども、えー、それはそれでちょっと頑張っていきたいなと思います。まだちょっと最後の質問になるとですね、あのー、やはりあのほとんど皆様がえー様々な素敵な質問をしていただくので、どん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 私の質問していく内容、これもなくなってくるので、まあいつか最初の方に質問できるっていうところをですね、ちょっと憧れてはあのおるんですけれど。 もまあ毎回質問ができるということは非常にありがたいなと思って本日の質問に入らせていただきます私去年の3月24日繰り上がり当選しまして間もなく1年を迎えようとしているんですけれども私にとりまして先月の視察というものが初の公務での視察という形になりましたその一言感想なんですけれども まあ私、あまりこう政治という世界にえ関わってくるのが、本当にこの議員になって空になるんですけれども、国民という立場にいたときには、国会議員の視察といえば、何を遊びに行ってるんだと、大したこともしてないだろうと思ってたんですが、ただですね、今回の視察に行きまして、本当に無駄がなく、時間的効率もよくですね、本当こう、 国民の皆様、そして被災者の方々に、えー、ちゃんと声を聞こうという先生方との、えー、この視察というものは、非常にこう有意義に、えー、時間を過ごさせていただいたなというところです、ねえー、今回の視察に携わった方々にまず御礼を申し上げたいなと思います。 それで,です、ね、その中でお話も出ておりました、視察の中で,です、ね、あの気仙沼の方に行ったんですけれども、そこのウォーターフロント商業施設、内湾、こちら、私、ツールド東北のときにも寄ったんですけれども、そこでの復興計画策定は、自治体が市民と対話を重ねながら、現場との声をとことん取り入れていました。 地元はのことは地元に任せるというふうになっているんですけれども、その復興に関して、岩手、宮城というところで,です、ね、復旧、復興について、政府はどのようなコンセプトを持って、この復興というものを進められてきたのか、また、その両県っていうのは、それぞれの復興の仕方っていうところの違いっていうのがあったのか、お伺いさせてください土屋大臣。 えー、あの岩手、宮城に対してどのようなあのコンセプトでという話でございますけれどもあの、基本的にはやはり県と相談しながら、あのしっかりと進めていくというのが、まあ、一番重要なことだったと思いますあの。それを基本方針にしてやってまいりました。 今の段階では住まいの再建等はおむね完了しておりますし、産業なりわいの再生も順調に進展していると感じております、で総仕上げとしては、あのこれから心のケア等の被災者支援等、今後も一定の支援が必要な事業も残るかと思いますが、まあ、一刻も早い復旧・復興事業の完了を目指してです、ね、きめ細かい取り組みを着実に進めることとしております。 えー、残された事業の中で,です、ね、心のコロナケアというのは非常に長い期間かかりますので、今後もあの完了ではなくて、移行していくことになると思いますあの、その担当省にですね、そういうことでしっかりとやっていきたいと思います斉藤君。 はいいありがとうございます、えー、現在、その感想をいただいたんですけれども、コンセプト等の感想をいただいたんですけれども、えー、現在、えー、分かりやすく、得点にすると大体何点ぐらい、この復興に関してつけれますでしょうか土屋大臣。なかなかその点,で点数で評価することはできませんが、あのまあ。 私、この復興庁に入ってです、ね、まず感じたのは、職員の皆様が本当によく働いていただいていると、で各復興局,局の皆さんがあの現場に行きますと、本当によく自治体の皆さんと、また地域の本当一人一人の,あの人たちと話し合いをして進めていることを感じまして、あの本当にあの力強く感じております斎藤君。 得点つけることはやっぱり非常に難しいと思うんですけれども、あの私もあの視察の中で,です、ね、あの復興特の,の官僚の方々がですね、さまざまな省庁から、 出港してきて、の普段と違う取り組みでやれてることは、もう非常に、しかもみんなが前向いて作業しているっていうことが、この復興特はすごくいいんだということを、役員の方もおっしゃられてたのが、すごくこの視察の中で印象的だったんですけれども、ただ、私自身、気になる点、実は1点ありまして、ライフライン、道路、防波堤など、復旧は進んでいるというところ、ハードな部分は本当にこう、進んでいるなと思ってですね、さらに、街並みがやはり美しいなと。 道路もきれいになって、電柱が地中化になっているところがあったりとかです、ね、街としては非常にこうきれいに復興しているというふうに思っております。そしてこのデジタル電源国家構想の中でもです、ね、解決すべき課題の中に、地方に仕事を作る、人の流れを作るというものがあります。この中でですね、大臣もおっしゃってました。 えー、観光は復興の次の出発点というところで、その観光というところも必要になってくるんですけれども、えー、私、えー、皆さんの資料、お手元にお配りしました資料、えー、大体震災前とどのぐらい人口というものが減ってるのかなというふうに、まあ、減ってる、減ってるとい、もちろん全国的に減ってるので、えー、そのようには思っていましたが、えー、実際、全国平均、これを見ると、大体2.4%なんですねで、県の平均でも3.6%です。 ただですね、これ、平成22年から令和5年、去年比べるとです、ね、一番問題なところは、沿岸部の人口の減少率というところで見ると、復興して町がきれいになっているはずにもかかわらず、宮城県ではマイナス11.3%、岩手県ではマイナス24.4%とです、ね、大幅にきれいになっている町が、 から、えー、全国平均よりも圧倒的に人口が減ってしまっているというところで、町、えー、並みがきれいになって、復興を遂げているにもかかわらず、えー、人口が減ってしまっている、えー、そういったところのこの問題点というところを、えー、お伺いしたいなと思います土屋大臣今あのおっしゃった人口を増やすという、これは大きなあの本当に問題点だろうと思います。 でまずはあの、まあ、どっちが先かですけど、やっぱり雇用を増やす、雇用の場、なりわいの場を増やすことが大事だと思いますし、企業用地が非常に大きな起爆剤になるんだろうと思います。えかなりりり、ね、宮城県あたたはあの半導体工場も来たりね あのそ,れそれからさらにいろんなものが今あの、作られるような計画も出てきておりますけれどもあの、岩手になると、まだまだかなうと思いますね、でそういう意味では、あのやはり、えー、なりわいを、企業立地をするということがものすごい大事だと思いますで、地震、津波地域においては、企業立地の促進によって、当初の予定は6000人。 程度の新規雇用を達成できる見込みであると、まあ、聞いておりますがあの、まあ、もう少し頑張らなきゃいけない状況だと思います。で、えー、と今後はやっぱり、あの住,住み続けている人ばかりに頼らずにですね、やはりあの交流人口も増やしていく、それによって、また住んでくださる方も出てくるだろうし、私、先ほどもお話したけど、観光人口も、 やっぱりお金相当落としてくださるので、それでまた地域が活性化して、いろんな便利になってくると、また人が住むという、こういう循環作っていくしかないのかなと考えております斉藤君。 はい、あの大臣のおっしゃる通りだと思います。あの、やっぱり人が戻ってこなければ、やっぱり環境の観光の受け皿というところにも多分ならないと思うので、あのやはりあの引き続きその人口減少に対してですね。せっかく町が綺麗になったのだから、あの先ほど大臣がおっしゃられてた。やはり広く広報していくことも大事なのかなと。あが私も思っております。えー、そういったその真の復興と人口が増えてこそ。この。 町に対してのにぎわいと活気を取り戻すことこそ、真の復興だと私も思っておりますというところで、私の質疑を終わらせていただきます以上です。